ある朝僕が目を覚ますと消えてなくなってたパラメーター。会社のことも家族のことも全てがゼロに惑ったみたいだ。僕はただ息をついていつものようにテレビをつけてコーヒーを飲み食パンがじり流れてくニュースを眺めていた。みたいだ。僕はため息ひとついていつものように服を着替えて寝癖を溶かし靴ひも結び流れゆく街へと歩き出したな。追いかけて追いかけて数字だらけの世界で振り返るその時に初めて気づくこと。僕だけに許され数字たちはまさに驚くほど簡単にこの手からスルイとすり抜けて未来へと滴り落ちてゆく。僕たち作るものは具体的かつ抽象的で数字に弱い人間はほらこの世界では生きてゆけないの。一つだけ一つだけこの手の中に残った、それすらも守れずにここで落ちてしまう。僕だけに許された僕をやめる感覚さえももう誰かに支配されていた。追いかけて追いかけて数字だらけの世界で立ち止まるその時に初めて気づくこと。僕だけに許された今を選ぶ感覚さえも僕自身に支配されていた。全部元通りのパラメーター。会社のことも家族のことも当たり前のようにそこにあった。僕はため息ひとついていつものようにテレビをつけてコーヒーを飲み食パンかじり流れてくニュースを眺めていた。